皆さんこんにちは。青文字系着物スタイリストのさこです。もうすぐバレンタインがやってくるということで、バレンタイン着物コーデを考えたいと思います。イエイ。バレンタインっていうイベントの色とか、なんかね、テーマ、チョコが好きなので、チョコとか、なんか赤いラッピングとか、ハートのね、入れ物とか、なんかそういうのがね、可愛くてすごい好きなんですけど、そういう時期にね、ぴったりの帯留めを前買ったんですよ。じゃーん。こちら、スーさんの帯留めなんですけども、着物映えなでしこさんとのコラボ、なでチョコのね、帯留めです。可愛いでしょ。今日地味にイヤリングもチョコなんですよ。片方が牛乳。今日はこのなでチョコの帯留めを使ってチョコレートコーデを組んでいきます。まず着物選びなんですけど、一応候補がもうあるんですよ。まず一着目がこちら。これね、動画でもよく着てるんですけど、ドットカラーのチョコレートカラーの着物です。これもね、なんかいい感じのくすみチョココーデができそうだなと思ってます。これもね、可愛いんだけどね、こっちの方がなんかちょっと好きかもしんない。まあでも今日はこっちかな、こっちでいきます。この着物にこの帯を合わせて抹茶チョコみたいな感じでね、いこっかな。可愛いと思う。そしたら入りはこれがいいかな、シンプルに。で、帯揚げはやっぱね、チョコカラーがいいと思う。そしてなでチョコをおーん。うん、可愛いんじゃないかな。可愛いな。ハワイユもちょっと変えたい気持ちもあるけど、とりあえずこれにしようかな。はい、着替えてきました。はい、こんな感じです。イメージはですね、ピスタチオとオレンジのショコラです。まずピスタチオ要素がこの帯ですね。このグリーンの帯がピスタチオ、そしてオレンジがメイク。今日は久々にキャンメイクのメルティルミナスルージュの04番を出してきました。テラコッタ、これがいい感じのオレンジショコラカラーなので、すごいね、綺麗に簡単にショコラ感が出せます。そしてバレンタインといえばやっぱり可愛いイメージがね、あるので、カチューシャはこういうちょっとマットめなパールのやつをつけて、イヤリングはこういう可愛いね、なんかミルクチョコみたいなんですよ。ミルクチョコみたいなハートのイヤリングをつけました。髪型はポニーテールウィッグをつけて、くるんくるんな感じで決めてます。地毛のポニーテールにかぶせてね、こうつけるだけでこんな簡単にふわふわガーリーになれるので、ロングヘアに憧れてるショートヘアな方とかはね、おすすめです。半襟は着物に合わせてちょっとブラウン味のあるものを持っていきたいなと思ったので、ベージュのね、半襟をつけました。そして今回のコーデのちょっとしたポイントが帯揚げ、ラッピングみたいな感じのリボンをね、前で作ってみました。完全に端っこを中に入れ込むんじゃなくて、ちょっとパタパタっと折ってリボンの形ね、羽作ってあげて、で端っこだけここね、三角になってるんですけど、ここだけちょっと入れてあげるって感じですね。そしてなでチョコ、主役のなでチョコです。ちょっとシンプルになりがちのコーディネートだったら、帯揚げの結び方を変えてみたりとかね、するとインパクトが出るのでおすすめです。そして帯は三重紐を使って、リボンとちょっとフリルをね、簡単にバタバタっと作ってみました。これもラッピングをイメージです。そして足元はね、最初草履にしようと思ったんですけども、結構洋風な要素がね、入ってきたので、こちらブーツにすることにしました。
でまたこういうねミルクチョコレートみたいな色なので、ちょっとイヤリングとかこの襟元の白っぽい感じに合わせてね、色同士でこうコーディネート挟んであげると全体的にまとまりやすくなるかなって思います。はい、そしてバッグはこちら、メリージェリー首がメリージェリーのクマちゃんです。コーディネートがシンプルなので、ちょっとねこういうパンチの効いたバッグを持ちたいと思います。意外とね物入るんだよ、ちょっとグロいね。はい、というわけで本日はなでチョコの帯留めを使ったよいしょバレンタインコーディネートでした。ご視聴ありがとうございます。バレンタインといえばやっぱり他にも赤とかね、ピンクとか、もう真っ白とかもね可愛いかなって思うので、皆さんもよかったらご自分のクローゼット当てて着物コーディネート考えてみてはいかがでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひチェックしてください。フォロー待ってます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。